ホテル入る。やばいやばいやばい。取られてるのがまだいいんやから。あ、一緒に入ったらいいよ。電話すんで。お前ごめん。行きましょう。とりあえず状況で言ったらもうカップルで。いやでも電話やばいでしょ。それでも彼女おるの分かってたんですよね。関係ないやん自分ら。でも関係ないけど、まあでも僕ら依頼されてるんで。自分が悪いんじゃない。自分のとこ関連機の方が悪いやん。お前もな。お前の責任取れよ。なんか喋れるやん、そんな呼び出すぐらいやったら。一旦、もう帰れよ。僕らで喋るわ。喋れないから相談されてるんですよ。それ呼ばんでよかったやん。さあ、ずっと黙ってるやん。なんか言うわよ、じゃあ。いや、もう今、多分喋れないです、この状況。なんで？じゃあ、意味あくな。何し呼ばれてるかわからん。持ってんのも意味わからんっつって。ほんまにそれ、マジで。ちょっと何されるかわかんない。まあ、さっきも、なんか手押してきたりとかしてたんで。取ってるかい？とりあえず。とりあえず、ちょっとその、彼女に対してどう思ってるんですか？すいません。やったらその態度やりましょう。お前に言われる意味は分からん。でお姉さんもお姉さんでまず謝るべきです。もし知ってるんやったら知ってた。なんで無理すぎ。自分逆やったらどうするんですか。逆のそういうようなこと付き合ってた自分が悪い。思えへんやったらしゃべない。全然の態度に自信あるから。自信あるとかじゃないからな。でも普通にそれはちょっとないっすよ。喋りたいとなんか喋りやぞくらなって呼ばれてんのか。せっかくなんでもう僕らも来てるしもう言いたいですちゃんと言って終わらせないと多分話終わらない。呼んでや。彼氏さんはないんですか。なんか何もないんですか。別に3人とか2人で喋る。だから今喋りましょうよ。お前らが来てる意味が分からん。まあ喋ってくださいよ。とりあえずそれやったら話進まない。弱い。だから今後もうここから連絡取ることもないと思うんだけど。だからもう話すんやったらもうここで終わる。連絡取らないように喋らせて。バイバイ。まあ、その態度はおかしいよ。それはなんでお前に言われてるんだ。だから相談されたから言ってるんだよ。とりあえず謝らなあかんのちゃいます？ちゃんと謝って。謝るもないやん。お前は悪いやん。それは別に謝る。こいつらは分からないもんからじゃん。それ別に謝るの謝るやん。マスクも意味分からんし。やっぱり謝れ。いやお姉さんもお姉さんも。いやちょっと待ってください。お姉さんもちゃんと分かった上でやってるわけなんで。帰らんなよ。いやいや、一旦ちょっと待って。サバンナって。一旦まだ終わってない。サバンナって。いや、帰ろうとしてるんで。じゃあ止めてください。止めてください。止めてください。サバンナ。ちゃんと謝ってから。手上げるのはやめましょう。手上げるのはやめましょう。ちゃんと謝らせて。手上げるとこも真理やめとけ。やめとけ、やめとけ。ちゃんと謝らせて、あの問題。真理、一旦もう落ち着くのはいかん。もう、もう、ほんならもうこれ、なっちゃあかへん。もう終わるか。もういいですか。帰れよ。じゃあもうこちらあとはもう話進むんで、もう今後じゃあ連絡しないでください。もう離れるって言ってる。ちゃんと謝ってください。最後すいませんでした。ちゃんと謝ってください。ちゃんと最後ぐらい謝ってください。謝ってはな。この状況でちゃんと謝られへんかったら。じゃあもうすいませんって言われたら別にしちゃう。もう大丈夫ですよ。帰れよ。はい、もう行きます。はい、とりあえずじゃあもうこういう形になってしまったけど、やばかったな。やばい、ね、やばいな。ちゃんと謝罪とかはしてくれなかったですけど、まあもうこれしかもう終わる方法なかったんで、拉致開かなかったんで、あのままやったら。もう消えました。逆にバカバカしくて。うん。時間もったいないですもんね、一緒におる時間が。はい。まあお姉さんもああいう態度取られてね、まあ。
多分すごい悲しかったと思うけど、さすがにあれはひどいから、開き直りにもちょっと程があるから、あまりにも、まあ、ここから連絡せずにもうこれで一回終わらしてるから、まあもう次に進みましょう。ありがとう。こちらこそです。これマイナスじゃないね、絶対に。これが逆にプラスっていうこと。このまま逆に今日できてなかったら、このままずっとズルズルになったかもしれないし、まあ別れて正解かな。お疲れ様でした、今日は。ありがとうございました。ちょっと気持ち的に大変やと思うけど、もし何かあったらまた相談してくれたら。っていうことで、じゃあスッキリはちょっとせえへんかったけど、心理にもつかみかかっとったもんな。カメラもこうやってまあしゃあない、まあ元気にこう、もうプラスに変えて次に進みましょう。よかったら心理とかどうですか。いいですか、お願いします。新たな、こんなちょけた、ちょけた動画じゃないでしょ。まあでも明るくいきましょう、うん、はい、ほんまに元気出して、ありがとうございます。頑張っていこう。元気出ます。彼女の新たなスタートに僕ら応援するので頑張っていってください。はい、頑張ってください。幸せになってください。おい、逃げんな、逃げんな。じゃあもう警察呼ぶ、どうする。もう呼ぼうか、一応警察呼ぼう。逃げんな、逃げんな。